どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、福岡県豊前市方面探索編3、今回が最終回です。前回、別れ道まで戻り、もう一方の道を進んだ TF 団。ずっと下りが続く道だったため、どんどん期待が膨らみました。しかし、たどり着いた先は結局行き止まり。そうはうまくいかないことを学び、来た道を引き返すことにしました。果たして無事に、林道岩屋線を抜けることができるのか、早速続きをご覧ください。それではどうぞ。滑りやすい表現を表現した。ああ、なるほどね。ローション。俺よりもっと滑りやすい。それを差し置いてこいつのローションがいい。道に失礼。ローション。今はローション。今は行った。逆側から来ると本当全然違う顔になる。そうやね。やっぱ分かれる人がいっぱいある。迷う。迷いに。うわぁ、ぬかるんでる。あれ、こんな、あったの、あった。いや、お前のあった信用してねえ。言ってもいいけど、参考にもねえ。白バン。めっちゃ揺れる。やべえや。この白丸やべえ。手壊れそうなぐらい。おお、このアップダウン。あ、ゴムがあった。殺し屋、殺し屋もしんどっ。久しぶり見た気がする。長い。景色は良さそうやけど、あまりね。草が。車に気をつけて。そうや、ね。あんだけ奥まで入ってる。本店は1台おったけど。うん。
どうさすが道のレベルが高い。あ、もうだいぶ走ってしまったもうそろそろ不全ネタが尽きてきた。北九州側に行けばまだあるんやろうけど、まあそう、結構そこまで行く距離が今度長くなってくる。そうやな。あ、ここも結構福岡側に入ってるはずだ。あ、そうなの。うん、多分武前のインターとかまでは来そう。そうだな、ずっと涼しくてよかった。ああ。でも昨日やったら暑かった。そうやね。昨日まだ曇ってなかった。ああ。この山の中で涼しい。やべ、水入った。おぉ。かぶね。山の水。ああ。大した溝じゃねえし。すげえ大した溝っぽく言う。こんくらいの溝でも致命傷になるからさ。なんかすげえあれやな、リアクションがすごい。やっぱ1を10にするの。まあ大事よね。大事。まあそういうやつ人を嘘つく。いや、そんくらい気持ちで気をつける。そんくらいの気持ちでやっぱ走らんと事故を起こすもん。この道はやべえわ。ちょっと危険ね、この道。これちょっと混む方がいい。危ない危ない。田中、ストッピン。まだか。長いな。長いね。すごいな、この道。今日も100本ぐらいになったね。1年分。よし、じゃあ降りてきた。へい、はあ、よっしゃ、無事だし、ここ油断、これが一番危ない。油断してる。今ちょっとキー踏んで危なかったっけ。まあこういう道もね、何が起きるか分からない。いきなりでかい生き物が来る。気をつけろ。言わなくても大丈夫。自分自身やめてください。もう声に出すことによってこう意識が高まる。はい。じゃあ独り言として受け取っておきます。ちょっと、ね、寂しいんでちょっと反応してもらっていいですか。下っていきますか。よいしょ。まあ、大事的に、元の道には出れる、ちょっと違う道も走ってくる。俺、帰りたい。大丈夫です、ちゃんと中田ホームに戻ってるんで。俺、今すぐ帰りたい。もうちょっと我慢してもらって。うんこ。いやいい道でしたね。そうやね、今日も大満足。アスファルトは U ターンです。はい、 U ターン、 U ターン。ヘアピン、カーブです。股間がいい。それがさ、うん、俺の便意をさ催したわけ。いや結構さっきのあの白ファルの振動とかが結構やばかったダメージを与えてくる。あ、ちょ持てる。ちょっと大事故につながる。バイク交換しろよ。変えた瞬間、あ、もうトイレ行かんでいいよみたいな。やっぱお前吠えられる。瞬時に弱いやつを犬が見極めて吠える。ああ、あいつはいいわ。あいつは俺より下や。追っかけ回されるよりマシや。マジだよ。マジ怖えもん、追っかけ回される。なかなか股間が痛い。なんやなんだ、やたらなんだ、収まりが悪い。なんか噛みついてん、ちっちゃいヘビや。
白丸がとどめやったんだ。ああ。そこ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 です。秘密消し。いやふうだん、できるー。ああ、でも今日もいい道でした。バカだってもすごかった。でも楽しかったね。今日は最高でしたよ。今日も結構ボリューム感あったっすね、印象が。ああ、確かに。バッチリ。涼しい。印象が涼しかったというか、ね、あ、秋になるともっと多分涼しくなるんで、はい、またね、それで走りやすくなるんで、またいろいろ道見つけていっちゃいましょう。はい。はい。じゃあ今日はこんなところでやりたいと思いますので、はい。はい、お疲れっす、はい。お疲れ様です。よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。